函館大火とは、1934年3月21日に、北海道函館市で発生した火災。死者2166名、小村棟数1万1105棟を数える、第惨次となった。函館ではこれ以前にも1000個以上を消失する大火が10回以上発生しているが、一般的に発生年を伏さない場合には1934年の火災を指す。 昭和9年函館大火の消失地域、左隅の住吉町から出火し、北、東方面へ火が広がった。函館は江戸時代から栄えた港町であったが、しばしば大火に襲われ、市内の至る場所が火災の被害にあっており、中でも1934年3月21日の火災は最大規模となった。当日、 北海道付近を発達中の低気圧が通過し、函館市内は最大瞬間風速39メートルに及ぶ強風に見舞われていた。早春の日が落ちて間もない18時53分ごろ、地域のほぼ南端に位置する住吉町で一軒の木造住宅が強風によって半壊し、室内に吹き込んだ風でいろりの火が吹き散らされ、した叩く間に燃え広がった。 さらに強風による電線の短絡も重なり、木造家屋が密集する、市街地20箇所以上で、次々と延焼したため、手がつけられない状態となった。時間の経過とともに風向きは、南から南西、そして西風へと時計回りに変わっていったため、比重も、それに従い向きを変え、最終的には、市街地の3分の1が消失する規模となった。死者の中には、 橋が消失した亀田川を渡ろうとして、あるいは地域東側の大森浜へ避難したところ、炎と激浪の挟み撃ちになって、逃げ場を失いで起死した者、また出死しないまでも投資した者も,もいた。20世紀前半の災害であるが、現在も函館市民の記憶に止められる災害であり、2020年現在も火災発生日には異例祭が営まれている。この災害がきっかけで、 北海道最大の人口を有する市町村の名を札幌市に譲ることになった。大火の影響で囚人90人が解放された。当時の市長、坂本新一は、校内の浮きドックに入っていた北日本汽船の天遊丸にたどり着き、無線にて全国へ救援を要請するよう依頼した。当時の火災保険の契約内容では、風速50メートル以上の場合は保証されなかった。 そこで、速攻所へは、風速40メートルで計測をしないよう要請した。函館市における耐火のうち、消失個数が1000個以上のものは、次の通りである。函館の都市景観は、数度の耐火の影響により、街路や建築物が変容している。つまり、20県坂より、函館西部地区の町並み以の地区は、1878年。 1879年の大化後の外区改正によってできた都市形態で、この地区の建物は1907年の大化で被災しているため、旧金森大物店や旧開拓市箱館市長所籍庫など一部の大化構造建築物を除くほとんどの建物はそれ以降の時期に建設されたものである。なお、同地区は、 歴史的環境を色濃く残しているところから1988年9月16日に歴史的景観地域に指定され、現在では函館市都市景観形成地域として継承されている。旧函館区公会堂や函館ハリスト市政協会などがこの地区に位置している。また、十字街から新川町にかけてのグリーンベルトに代表される街路は1934年の大火後の 復興事業によって形成されたもので、これは戦前における地方都市の都市計画が実施された数少ない事例である。なおこの地区の建物は1921年の大火後に建設された大火構造の建物が一部残っている他は1934年以降のものである。このように函館の都市景観の特徴は大火の被災範囲が東へ移行するのと、 並行しながらも都市景観が帯状に時間差を有して推移していることにある。当時、函館の軌道事業は電力会社でもある函館水電株式会社が運営していたが、この大価でも被害を受けている。被災車両は48両。大火により打撃を受けた市民の士気を引き立て、姿勢の振興を図る目的で1935年より開催されたのが、 函館港祭りである。2014年現在でも8月1日から5日に開催されている。メインイベントは北海道新聞主催の花火大会や観戦道路を踊りながら練り歩くバッショイ函館で従来の函館港踊りと合わせてイカ踊りが踊られる。イカ踊り自体は1981年に有志により誕生した比較的新しい踊りである。 参加者のべ約3万人のうち、約1万5千人が踊っているとされている。また自由参加枠でも以下、踊りが採用されている。同時期に、町内会単位で、ワッショイ函館の北海盆踊りアレンジの踊り行事が行われる。似ているが、お盆に行われておらず、北海盆踊りとは言い難い。函館市異例堂遭難死者の霊を追悼する目的で、財団法人協会,会が、 亀田川の大森橋に近接した地に混流したものを、函館市が引き継いだものである。新州大谷派函館別院は、1907年の函館大火で消失したため、大火建築により再建することになった。1915年11月に再建された本堂は、日本で最初の鉄筋コンクリート作りの寺院建築となった。ありがとうございます。